界124カ国で配給が決定した話題の最新作ザ・ウィッチ魔女増殖。前作は SNS での口コミが功を奏し、 DVD レンタルと配信の推定視聴者数が異例の100万人超えを記録、社会現象を巻き起こした。いよいよ公開される最新作は、最先端の VFX で飛躍的にスケールアップしたサイキックアクションが展開される。秘密研究所アークが何者かに襲撃され、殺戮の中で一人の少女が生き残る。その少女は遺伝子操作によって超人的なアサシンを養成する魔女プロジェクトの実験体だった。初めて研究所の外に出た少女は、ある兄弟と出会うことで徐々に人間らしい感情に目覚めていく。しかし、魔女プロジェクトからの刺客、謎の超能力者集団、兄弟を狙う犯罪組織が少女に襲いかかる。予測不能のストーリー展開、激烈な銃撃戦、肉弾戦はもちろん、超人的なキャラクターがダイナミックに宙を舞う衝撃のバトルアクション。本作前作どちらからでも楽しめる。韓国映画界が世界に放つ壮大な魔女ユニバースがついに始動。宿命の少女をめぐる、止まっちゃ、빨리ノワールバトルロイヤル。언니랑같이가자。悲しき宿命を背負った少女との壮絶なバトルの火蓋が切って落とされる。ザ・ウィッチ魔女増殖、この衝撃を劇場で体験せよ。